はいえっ、ー、と次のお便りです。えー、送信者 Bmisbean.com.ufk すーごいあれですね、ドメイン <laughs>。はい。えっ、ー、と、United Kingdom のコムがついて、コマ、コマースがついてるっていう。はい。えっ、ー、と、テストも協会も車を台無ししまった、こんにちはトム、私の名前は B です。今日は素晴らしい一日でした。どれくらいです 素晴らしいかというとほとううほんどののよななものなのででクソです <laughs> 三角法のテストを受けたのですが間違った問題が出ました礼拝に行ったのですが牧師の教え説教が退屈すぎて眠ってしまいました最悪だったのは家に帰る途中ドアに南京錠が溶接されたお気に入りのオレンジ グルオレンジ色の車を事故に遭ったことです。どえどういうこと家にドアに南京錠が溶接されたお気に入りのオレンジグルえまあじまあ、事故ったってことでね、もう今,日今日はクソなのクソ、クソ素晴らしい一日でしたってことですね。 いずれにしろ、もう一台車を買わなければならないので、緑の車に目をつけています。私にぴったりです。最終決定を下す前に、関連ソフトウェアでこの車のレビューを見たいと思っていますが、このソフトウェアを使用する前に、これらの乾きた魅力的なバンドル、インストールをクリアしなければなりません。トモさん、私はあなたを頼りにしています。添付ファイルはこのソフトウェアのインストールパッケージです。助けてください。B、ね。なんか、本題に入る前に、ちょっとあの軽くね、 あのー、世間話っていうか、ええー、と、はい、テンポ入る。マン、マントルスシュリンプカークラブ。0.5.7セットアップウィザード。exe。はい。なんかこれちょっと黄色くない <laughs> こんなもんか。九五時代とかあんなんですかマンティスシュリンプカークラブ。はい。 最新のジョークや鋭い車のレビューはすべてマンティス・シュリンプにあります。シュリンプで合ってるこれ。シュ、シュリンプうん。車付きの皆さん一緒に行きましょう。このウィザードはマンティス・シュリンプ1.3、0.3のインソールを完了するのに役立ちます。移動コスには次をクリックします、ね。あれバージョン 0. いくらじゃなかったでしたっけあっクリック。えあ <laughs> ちょっと待っていおい <laughs> 聞いてないぞ <laughs>。えー、もうなんか出てきた。まあまあ、ここは隠しですね。今回の。えっと、カッパス、カスペルスキーでしょ <laughs> カッパスカイセキュリティセン,センターはシステムを堅牢します。いらん。退屈しませんかクールのジョークリエックスしましょう。いらん。 ちょ,ちょっとあのー、ね、なんか入れてみて <laughs> ど、どうなんか見てみたい気はするけど、たぶん、うん、やったら力見合わないですよね <laughs>。クソみたいなやつ。次。はいマ。マンティスシュリンプ、ストユーザーライセンス。いい。ライセンス、オペレーション、シュリンプカークラブ、ニューメディア、リミテッド。うん。サービスマーク。 これ、ライセンス契約とかも、なんか、と、当時の漢字で書いてるんですかねな、何これお客様は結果としているアップグレード版を、んアップグレード版、このソフトウェアアップグレード版マークされている場合、お客様はこのソフトウェアを使用するままに、アップグレード版でマークするライセンスを取得、んアップグレード、そうそう、アップグレードを使用する、また不足するものである、お客様この契約の条件にしたかった、いらん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 、 お客様に以下のソフトウェアを使用する権利を保します。じゃこ MV あっおお <laughs> いらないんやこれじゃこ。<laughs> これ何シャコ MV ラジオ。新世紀カーセットヘッド DIY マニュアル。RV 旅行ガイド。RV 車で、ね、旅行するのはちょっと良さそうですけど。ラジオか新世紀カーヘッドセットカーヘッドセット ヘットセット ?DIY できんのえ <laughs> このパッケージ、はいはい。今のはあれ多分クリックして紫、あの、灰色にしたから、いらないでいいんですよね。次。もう、全然もう何もインターフェースが何も信用できない、これ。次。 この辺は何もない。はい。完了。やったー。完了をクリックしてください。完了やったぜマルウェアゼルコ。まあまあ、今回は簡単じゃないまあ見えてるんで。いやなんか初めてす見えてなかったけど。<laughs> こんにちは、多分おっしゃる通り、彼は本当のインストールウィザードを隠していました。 私は別のソフトウェアをインストールしていました。ああ、あなたがいなかったら絶対見つけられなかったでしょう。注文したのでもうすぐこの素敵な緑の車を買うことができますね。マンティス、マンティスカークラブシュリンプカークラブか。この、<laughs> ミス・ビーンってこれ、<laughs> UK、ミスター・ビーン、イギリスの <laughs>、ミスター・ビーンじゃないこれ <laughs>。 ああ、南京城、なんかきあー、車、車、はい。<laughs> どんなやってるかちょっと、あとで見ときます。もうすぐ、はい。えっと、考えてみてください。この車でプリンって公園でランチをして、もちろんガールフードでは映画館に連れて行ってらします。なんて素晴らしいことでしょう。トモさん、本当にありがとうございます。あなたはマルウェアが、えっ、ー、と、蔓延するこの時代に私たちの支えです。ビンさん。なんか、あの全然知識なかったら、あの、普通にマルウェア、 入っても、そのまま、行きそうですけどね。ねえ。なんか、調べるのは、本当に、なん、なんて言うんだろう。本来の目的を果たせなかった時ぐらいしか、そんな、みんな調べないと思うんですけど、店舗ファイル。<laughs> 店舗ファイル33、3300ドル。店舗ファイルこのシステムよくわからんけど、バランス。 やったぜ。めっちゃお金ある。まあ、この世界はね、本当に、リーナスは <laughs>、やると思ってるけど、そっちが <laughs>、リーナス。ヘルシンキ、リーナス、リーナス。 リラックスのことでしょ <laughs> <ッ> <laughs> はい。えっ、ー、とこ、このグラフィットカード会社をおならをするされたけど,どういうことこんにちは。トムさん、あなたのことは長い間聞いていました。あなたはこれらのジャンクソフトウェアベンダーと戦う先駆者です。最大限の敬意を,、えー、を表させてください。これらのソフトウェアベンダーは、最近はそれほど傲慢ではありません。これらのアクセスなバンドルインストールを排除できる日もそう遠くないようです。 トムさん、あなたは非常に貴重な貢献をしました。残念ながら私たちはまだこれらのようなバンドルインストールを完全に排除できていません。例えば私は現在バンドルインストールに非常に悩まされているのでトムさんに助けを求めなければなりません。 問題はこれです。私は自分で開発したオペレーティングシステムを持っていますが、ご存知のように、より主流のシステムを使用する必要があるから <laughs> ね、ね。あの、リナックス使ってるから、Windows 使ってるから、なんかおかしいなって思れたんですよね。あのーね、今、ちょっと主流を、まあちょっと調査したりとかするために使ってますっていう、そのシステムのグラフィックドライバーをインストールしたとき、私は、グラフィックドライバー、主流のシステムを使用する。うん。 グラフィックドライバーのインストールプログラムにサイマルがバンドにされてる。<laughs> どうやったんメーカーが入れてんの各メーカーが。ああ、私はこのグラフィックカードメーカーを決して好きではありません。なって世界でしょう。どこかちょっと、ね、言ってもらわないと。に、うんでディアかもしれないし。あなたも私もコンピューターの専門家と言えますが、それぞれに専門知識があります。そう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 。 ねあのー、同じ IT 系って言ってもでいろいろあのー、畑があるんでねなんか IT 系だからちょっとうちのパソコン <laughs> ちょっと見てくださいっておばさんにこうちょっと言われてよく行くんですけど <laughs> そこは専門ではないって, <laughs> っていうのは毎回言うんですけどね。 私はバンドリーインストールの扱いが得意ではありません。グラフィックスドライバーのインストールパッケージをメールでお送りします。さらに3500ドルの報酬を用意しました。この問題解決にご協力いただければ幸いです。で昔のそんなメールで <laughs>、こんなファイル何目があるかは知らないですけど、送れるんですかね容量的な。よろしくお願いいたします。リーナス。ファイルブードゥードライバー。 ブーの呪いの人形かな <laughs> 見たもう,あもう怪しいほらはいおっ <laughs> <laughs> ちょっと毎回かすらしてく <laughs> エンビダーブドゥエクスペリエンス、はい バージョン16.0.38。こんにちは。このウィザードへ、えー、っとのインストールをシーンします。続行するには次をクリックしてください,、はい。最新のドライバーバージョンはいらない。コンピューターのドライバーは常に最初の状態に。あ、うん。オンラインアップデートかけるってことこれ。いいです。最新の Go。Go <laughs> f ー r c e w h e e ス対策とお試しください。 いらないです。どこなんか、なんかあれですかね。グラフィックだから、なんか、グラフィックに関連するところになんか隠してやるとか、ないんかな。この中とか。ないな。次はい。Your software 最終ライセンス。 ミクリックもなんもない。まあ一回出たギミックのようなものはもう多分出ないんですかね。右クリックであったり、あの、ここをクリックしたり、このひ左の領域をこうドラッグしたりとかい。一旦ちょっとしばらくは試していきます。すよ。右クリックとか。 なんかこの辺でできるかもしれないです、ね。鉛筆だ。どうします。あ、これだけワークリックデスクトップカスクボール。なんかありそうですけどね。でもこれやったらもう次インストールしよう、多分。パス決めて。ほら。うん、絶対入ってると思うけど。完了 ほらー、一丸上がインストールされました。うん。前。グラフィック。ここ自体がずれるとか キャンセルを押しても普通にウィザードが終わるだけですね。うん、外して次へ。えっ、ー、と、ソフトウェアライセンス契約も特に何もない。なさそう。うん。うんと、アップ。 アップグレード著作権、バックアップコピー、うーん、限定的責任、国際連合加盟国の、どうしますなんか、なんかこ、うーん、ああ。 そろそろこのブラウズがなんか変わりそうな気もしますけどくっそーエンビダメ戻ろ,戻ろう戻ろう戻ろう戻れないこんにちは次へ次へ あー、インストール中か、なんか。あって、これ外せるんですよね。まあ、外せたとしても、次いけないから。×、キャンセル、キャンセル。キャンセル、キャンセルとキャンセル、×の選択肢残してるのなんかやだ。<laughs> なんかありそうですね。次へ。あー。プログラムファイル全 b ダブードゥエクスペリエンス。 フォルダ名にバージョン入れて大丈夫かこれ。まあ、あるかよく、うん。この枠の外になんか、ああ、なんか下に隠してたりとかもありましたね。前。そういうのも何もない。次。ああ、キャンセル この間になんかできることはない。なさそう。うん。ここは完了クリックしてください。ここ <laughs> そういうトンチではない。完了してクリックしてください。こっちじゃなくてこっちとか <laughs>。ないな。う完了、くっそ。やだ。なんとかなれー。なんとかなれー。 これをちょっと待てよチェック入れた状態で進んだらなんか出るとかはい6個6個ですねあれ5個んおん 分かって。これ <laughs> あれか、あの、チェックボックスで、あの、最新版をメールで、情報くださいにチェック入れたからこれ来たん <laughs> で、VTR、エンビラブードゥーグラフィックスドライバー。バージョン、あ,あ、これもう、こっちバージョン書いてないですよ、もう。で、こっちを当てる。 ああ。まあ一応、ちょっとラ,ライセンス見ます、ね、ライセンス。うんうん。うん。特に何もなさそうですね。次。 3D Max をインストールして、コンピュータグラフィックスのパフォーマンスをテストする、マルイコンコンピュータもりますいらない。ブラウズ。あ,あ、そう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 。バンバンバン、あー、うーん、うん。はい。キャンセル、キャンセルなおやこれなんかた。たまに、オート <laughs> ゲーが細かいな。あのー、 グ,グラフィックドライバー、グラフィックスドライバーのインストールだから、あの、画面に映すやつの機能なんですよね。だから、あの、それが再インストールされてから一瞬安定するんすね。<laughs> 昔のやつとか。今は知らないですけど。<laughs> 細かいな。これ、ほら。<laughs> 言ってたわりに2個入っちゃったなんか一瞬出たなんだうん何もないっすよ インストール中はコンピューターをシャットダウンしてないってことですよ。これシャットダウンしたらいいのえっとこれもしかしてどっかでいいいや、シャットダウンしてもなぁ。シャットダウンキャンセルとかしても。 あーこの途中でキャンセルしますうんちょっと何もないよな 入れようこれぜなんか安定意味ありそうな気がするんですけど完了こっちじゃないかなうん4増えてるちょっと待てよこれ うーんでもう一回これ入れたりしたらどうなるのうん。一緒か。 ここはちょっとメールしようぜ。新規メール。新規メール。新規メールがない。どういうメーラー違う。これとこれなんかセットでなんか起こりそうなんですけどね。古い方ーム買います。まあ、全部チェック入れてても特になんもなかったしな。 ワンクリックデスクトップ仮想ボール。うん この辺で一回インストールを終了。そうだな、ね。落としも、別に次回つながらないから、本当に落としただけなんですよね。あれ、ギミックとしては何も使えないと思うんですけど。えー うーん。アップグレードマックスイティーバイソルティこれはあるか。一般的ないですか。著作権、バックアップコピー。ここにメールできないんか。はい。いや、うーん。 マジで何もないぞうーんうーん 一回あの、暗転、いやぁ。暗転したし瞬間にこうゲームを落としてみるとか。いや、もうここで一回落とそう。バッて。落としました。じゃあまた上げますね。はい。起動しました。これ取れてんのかなちゃんと。 で、もう一回。うん。特に変わりがない。安定した瞬間になんかこう、ちょっと、パチッとしてみます。十50%ぐらいですね。ああ、消せない。え 消せないあの普通のウィンドウの右上とかにあるツボタンがツボタンとかもなくなってたんですね。どうやって消そう タスクバーから、右クリックして終了するか。ウィンドウ閉じる。よいしょ。切った。で、もう一回マルウェアを起動。特になんもないな。まあまあ、そう。切ったところでメールが来たりするわけでもなし。うん。 チャットダウンしないでくださいって、まあ普通にって書いてるんで。うん。関係ないんかな。え トゥ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 ンいやーないよーおっとーゲームアシスタント競争 <laughs> えーええっとえなんで気づかんかったやろうん 途中で出たわけじゃない。はい。えー、なんか左下に、こんなん出てますね。ゲームススタンさん、協力と。一応<力>クリックしたら、あの、打ち消し線入ったんで、これで進めますね。これがマルウェア。2個 ?2 個えい、ー。今の安定。 はギミックには関係ないんかな。完了。やはり <laughs>、えー。えどっちかに。って、ウィンドウはこれはずれないでしょグライフィックスドライバー、中はないよな。 うんどうしますインストールパスとインストールパス選択するか <laughs> <laughs> 出てきた <laughs> インストール必要としては疎通 あなんかあのえっとこ,この辺を普通にクリックしたらなんか出てきました <laughs> あ。あでえっとこれを外して OK かな 強力なグラフィックスパフォーマンスを発揮するグラフィックスコンピューティングの新時代を切り開きます。インストールを完了するに完了をクリックしてください。完了。完全に見えないのは、なんか、大丈夫なこんにちは、ともさん。あなたが提供してくれた解決策は非常に効果的です。この会社は本当に嬉しいです。<laughs> だから実際にサブスクリプションメールに本当のドライバーを発覚していました。もう我慢できません。これのオペレーティングシステムを使用すると死ぬよりも気分が悪くなります <laughs>。死んだことあるんか <laughs> 自分のオペレーティングシステムの方が優れていますね、リーナさん <laughs>。お金を受け取って私の苦情を聞いてください。 このグラフィックカードがイピティソールパッケージにアクシスタインインストールをバンドするのが私のオペレーティングシステムに対するグラフィックカードの完全なサポートの提供を遅らせました。これがどれほど私を苛立たせるか知っていますか私は自分の発言を撤回します。彼らはおならをする猿の集団ではなく、なんかちょっととても言えないようなことを一回書こうとしたんですね。もしくは書いて消したか <laughs>。 えっと、忘れてください。じゃあ、ここまで消せよ。<laughs> この文章は少し失礼すぎます。とにかく、いつか私はこの猿の集団に中指を立てるつもりです。そして私は次のセリフを考えました。エビだ、ハッピーユー。何心からあなたの助けと耳を片付け、えー、傾けてくれてありがとう、リーナス。 丸がついてないですけど、いつも。やったぜ。はい。え誰 <laughs> 名前をハテナにしても、あの、普通にメールアドレスは出るんですけどね。ウーコン、ウーコン、モンキーマウンテン、サルの山。 な、なんか、モデルがいいんか。うー、コング。コンゴリラですね。うー、なんだリーナスを、全く理不尽だ。これ、もう、スペース開けんな。誹謗中傷しかできない。これ、これな、なん、なんすか ?HTML メ,メールを、あの、適で開いたような感じですか悪意を持って、私たち受中傷するの今回初めてではない。こと男から良い言葉は、ことは決してない。はい。 この男が私たちに対してこれほどの偏見をどこで得たのか私には分からないって <laughs> やったからでしょあんなインストーラーに正直に言うと私たちは彼を殺すこら何もしてないしてないわけはないですよ <laughs> 何を言ってんのさもう彼は私たちが気立てが良いから私たちをいじめているだけだ他の誰かだと特に彼に敵対していただろう私たちは彼にうんざりしている <laughs> な何 彼自身が騙されてない。それが私たち猿となるから、本当に猿やった。<laughs> ほんまに猿やったんかい <laughs> しゃしゃけど、猿となるの。猿、猿ってこれ何,何なんですかね。もも多分元英語やと思うんですけど。エイプ、エイプエイプオラウタン的な。ゴリラうん。えあの、仕込んだのは、 仕込んだのは、こいつらだけど、あの、彼が騙されたから彼が悪いんじゃないのにって <laughs>、な、なんで私たちが責められるんだって <laughs>。何を言ってんの、こいつは <laughs>。うさぎ。マッチ。ヘア。ワンダーランド。アリス・イン・ワンダーランド。アート。私は何も知りません。私はうさぎです。 こんにちは。私はウサギです。カメとの競争に負けました。そっちカメは私が傲慢でせっかちだと言いました。カメが私にこれを勧めたので、あなたの助けが必要です。私は何も知りません。私はウサギです。ウサギ。怖いよ <laughs>。なんなん、こいつ <laughs>。気が狂ってる <laughs> えー、パトレンス。トラトレ トレイナートレーナー,ト,ー,ナートラールナー次の次のお便りり <laughs>、こういう意味、忍耐トレーニングキャンプは専門的な忍耐トレーニングソフトです。長期間使用すると、子供や大人の多動や不注意などの症状を大幅に改善できます。 このソフトウェアは健康管理効果のみがあり、実際に中長にかかか変わるものではありません。上記の症状はあって定期的に病院で治療を受け、医師の <laughs> はいソフトウェア。次をクリックして忍耐トレーニングキャンプのインストールをかしてください。まあ、あの、実際に多動症の人とかだと、ね、こういうなんか怪しいやつ1 0ちゃんと病院行ってねっていう <laughs> ああ。

何これ怖い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 。待てよってことですね。<laughs> 怖いよ。どういうこと危ですか何もないよ。急いでるんだ。ライトバージョンインストール。もうあたりはそれ、これ選びたい <laughs> ライトバージョンでしょうね。ここは、これどこまで行くんですかこれ。<laughs> <laughs> バグってんじゃないか <laughs>。ああもうやだもうああちょっと待ってよ。ああもうこれ以上かかへんのか。<laughs> <laughs> どう <laughs> どういうキミック <laughs>。フラッシュスロット スロんスロースヘルスドットコムどういうことユーカリワインセールユーカリワインってあるのかこれだけじゃないんじゃね。隠したかもあのないしな。はい 顔文字を仕込むな、顔文字を <laughs>。なかなか時間かかるの。忍耐トレーニングキャンプだから時間かかるの。これ、なんかどっかさらに待ってたら、なんか出てくるとかない <laughs> 何の顔文字やね、これ。聞いてんの違うな。やったぜすね。 結構楽だった。マルウェアゼロコン。こんにちは。本当にありがとう。あなたは素晴らしい。あなたのためにたくさん人参を売りました。あっ、かわいらしい。私は何も知りません。私はウサギです。ウサギ。<laughs> なんかあの漫画であのー、私はヘビだっていう <laughs>。私はヘビだっていうやつを言いましたけど。何も知りません。私はウサギです。 何かのあれだね。何かの引いですかね。44ドル。まあまあまあ、ウサギやったら知らないですね。あの、今3500ドルとかもらってたのよ。もう4四44。終わりあれ追加は あ、来た。既読メールを削除する。トム、これを試してみて。ノーマン。リアルトーナメント。リアルトーナメントゲームトム、これを試してみて。こんにちは、トム。お父さん。何なんだ 私のことを覚えていますか。か私はノーマンです。以前、ゲームアクセサラレーターのインストール中にバンドルインストールの問題を解決するのに手伝ってくれました。このアクセサラレーターは素晴らしいです。ゲームで読み込みが遅くてキーボードを叩くことも長い間ありませんでした。ゲームの読み込みが遅くてキーボードを叩く。ああ。叩くっていうのは文字通り、あの、ああ、パン,パン,パ,ンパンっていうやつですね。<laughs> それですね。 クロミーという人から最近あなたのビジネスがあまりうまくいっていないと聞きました。結局のところ悪徳ソフトウェアベンダーは世論、はなんか増えて増えてクロミーという人にあなた、えっ、ー、と、ベンダーは世論の圧力を受けて両親に反してバンドルインストールをあえて行わないのです。ああ、ねえ、なんかあの受信受信トレー,ーの方になんかいっぱい来てる。えーと、 クロミーからあなたは非常に資金をして、まうんまだ必要な資金を集めているのと聞きました。クロミーってなんかトムってこう情報、あの、あれじすない、ね、ここは現実じゃないんだみたいな言ってた人です。あ、本当にあ何かあなたのためにできることがあればいいのですが、メールにゲームを添付しました。これは私のおきのゲーム ですぜひ試してみることをおすすめします退屈は時間を潰すことがで,でき楽しんでいただければ幸いですノーマンコチェノウスキーなんかいっぱい来てるぞな,なんだおっとおっとよしあとであとで読もういやええー、先読むか ちょっとあの、あの、これ、店舗入るやる前にちょっと来たんで、ちょっと見ますね。ジェリー、あ前の人、どうしてこんな風になるんですかトム今はどうですか知合になるとも、なんてことだ。君が帰りの旅費を貯める前に、1999年のマルウェアブームが終わったという知らせを受け取った。どうしてそんなことが起きたんだ君以外の周りのみんなが一問なしなの、残念だ。タイムトラベル会社に電話したが、彼らは、 君のの両方を免除することを拒否した過去にとらわれた哀れな君に世間の注目を集めることを期き出してメディアにも連絡しようとしているが私の努力がうまくいくかどうかは保証できない <laughs> いやいやいや <laughs> 注目されたらされたらこのタイムトラベル会社があれでしょ叩かれるんじゃないんですかこれ大丈夫な法律的には大丈夫な 君はその時代にまともな給料をくれる別の仕事を見つけられるだろうかそうだ、それがタイム法に反しないなら、その日の宝くじの当選番号を教えてあげるよ。法律線、確かに理由があるが、その時代の物価を考えてみよう。自分の手だけでタイムトラベルするのに、自分なお金を稼ぐなんて。私たちはいくらかなお金をかき集めた。君は今のところそれを取っておいてくれ。 この状況は本当にどうしようもない。でも気を落とさないでください。その時代に何を見つけられるか考えてください。私たちもあなたのために走ります。いろいろ踊りましょう。愛してます。ジェリー、テンプハイルウェイ。イェーイ、128。えっ、ー、と、ジャン・バルジャン。 トもさん、私はできることは多くないし、最善を尽くします。こんにちは。私はお覚えていますか私があなたが助けたパン屋の見習いのジャン・バルジャンです。あなたが困っていて、たくさんのお金が必要だときました。私は裕福ではありませんが、パン屋の主任パン職人として、以前よりずっと裕福になりました。めっ、あ,あ、見習いから主任パン職人ってめっちゃね、ね、あの、成功してるんじゃないですか たまたま手元に少しお金があるので、もしよろしければ、このお金があなたのお役に立てれば幸いです。ジャンバルだンおっと、めっちゃいい人。やった。うえー、こんなお金をくれるなんて。あ、誰だスパイク。今回助けなければ。 彼は私を解放してくれないでしょうどういうことだろう親愛の友。こんにちは、スパイクです。私たちはコンピューターヘルプのメーリングリフトを通じて連絡を取り合っていました。当時はあなたにとても助けられました。あなたが今こんなに有名になるとは思っていませんでした。息子があなたがお金を必要としていると聞きました。えー、っと、以前彼のことはあなたに話したことはありませんでした。私が最後にあなたに助けを求めたときは、彼のために新しい犬小屋を買うためでした。 息子さんに犬小屋を買うのそこで寝るのとにかく私はあなたが困っ,困っていると聞いて私に助けを求めました。そして私の友人もあなたを助けたいと言っています。私は毎日、なんて、ロトブという男と、 付き合ってるよ。あなたのことを気に入ってくれています。<laughs> なんかちょくちょく中国っぽい人出ますよね。あの、香港営か、中国か分かんないですけど。<laughs> これ、これ何や息子が息子、彼のために犬小屋えどういうことでもなんかこう <laughs>、自分も子供の時あの犬飼ってて、親にたまにあのそこで寝ろって言ったことありますけど。 そういうことじゃなくて、あ、犬、息子が犬を買ったんで犬小屋を欲しいっていことを思うんですかね、これは。まあ、はい。えっ、ー、と、この二人があなたを助けたいと大声で叫んでいるので私が圧倒されてしまいます。もちろんあなたな素敵な男が困っているのを見ながら助けないのは私のスタンス、スタイルではありません。なんか出た。出た。出た。海外ドラマみたいな。あなただ。 あなたのような素敵な男が困っているのを見ながら助けないな。私のスタイルではないのよ。みたいな。とにかくメールに同封したお金は私たち3人からのささやかな贈り物です。それがあなたが困難な時期を乗り越えるのに育ててのは素晴らしいことです。スパイク。<laughs> めっちゃくる。え、これスパイクって書いてる女性まあ、あのー、男性の可能性もありますね。 男と付き合っているからって言って、女性って限らないですね、今の時代。今の時代知らんけど。てか、そんな、なんか、今、有名になってるんですね、メーリングリストで。えー、トムさん。あ、出た30、30紙テフィ。トムさん、お金が必要なら私には仕事があります。 私はテフィーです。最近あなたが困っていて、えー、っと、体験が必要だと聞きました。私の意見ではあなたは直接私のところへ来るべきです。ご存知のとおり、私は宮殿で働いている。ああ、言ってた言ってた。宮殿は現在、高級でコピューターの専門家を募集しています。私はあなたを陛下に推薦し、陛下はすぐに同意されました。<coughs> 国王陛下はあなたをとても尊敬しており、 あなたが宮殿で働けるのは陛下もとても喜ばれると伝えました。しかし宮殿の続きを複雑最終的な委員状は1ヶ月後まで発行されないと思います。1ヶ月後に連絡します。警護、テフィたとえあなたが追伸たとえあなたがコンピューターの専門家であっても、時間の操作方法を知らない場合は本当に1ヶ月待たなければなりません。<laughs> あそ,うそうですね。そうですね、まあ、1ヶ月後までかかるから、えっと、1ヶ月を 待たないとダメですよってことですね <laughs>。それ、はい。あね、まあ、1ヶ月後あったら、まあ、最悪ここで働ける <laughs>。高級ってわかんないですけど、その宮殿の紙幣価値が。よし、えーと、これでこれですね。もう全部読んだんで、ね。フェアリーメイズ、妖精の毒痛。え、何これ ああ、なんか、フラッシュと、昔のフラッシュとか、あの、フリーゲームで、なんか、あったような感じが。え左下、操作、アップ、ダウン、レフト、ライト、スペース、ピック、セット、コイン。ピック、セット、コインコインコインって何クイッ、クイッと、エンド、b ェモン。クイッととエンドってどう違ううーん。 フェアリーイメイスノーマルから行きましょう。え、これうっ。あ、WSE じゃなくて、ほんとにか、か、そあ、ほんとか、すよ。あ、あ,あ,あ,あ、ああ、ああ、ちょっとま、まわすぞ。なんか急に、急に、なんか急に雰囲気変わったぞ。 コインを集めるこの花は何もないですねあ。なんか昔のフリーゲーム感はありますけど、このツールを微妙に動けるのはちょっとあれですね。違いますね。今,今,今の感じですね。いや、知らないですよフリーゲームもうだいぶやってないので、ねエ。エロー、エローナとか、あの辺ぐらいしかやってなかったと思う。コイン。 集める。これ？どれ？これ？どれ？なんかすごい不安心な雰囲気で。あれか。めっちゃメールやんこれも。 子どもの頃にこうあにこういうメールを作ってこうともだちといてもらったりとか,なんかや,やりましたよね。でなんかあのー、思いつくままに書いてるとこうなんかいい感じのおあ取ったおえ置いたえスペースで取っておいていい 発想に任せてこう迷路つくといい感じのやつができるんですけどあのなんか法則性をまたせようとしてねなルーチン化するとしようとするとこう一気にもうなんかゴミみたいな <laughs> ゴミみたいな <laughs> テンプレ迷路みたいにな,な,なったんでねあれはちょっと個人的にびっくりでしたけど コインを取ってどうしたらいいんだどっかに置くんかな